皆さんどうもこんにちは、ケントールです。本日はですね、まあサムネタイトルにもありますよ、重大発表でございます。まあもう早速言ってしまうんですけども、ケントールチャンネルですね、2500人に到達しそうでございます。はい、なんじゃそりゃっていう感じなんですけども、ちょっとねタイミング的にすごい難しいなと思ってて、まあ現時点の撮影時時点で、今2498人の登録者がおります。皆さんありがとうございます。はい、あと2人で2500人なんですけども、この動画をね出す頃にもしかして2500人になってしまう可能性もあるので、まあ現時点ではまだ達成してないということで、もし達成できた場合は、こんな企画をやってきますよっていうところの、重大発表になります。はい、でもう早速ね、やっていこうと思うんですけど、まず1つ目、今回2500人達成記念として、ケントーレ T シャツ、ケントーレブランドを、販売開始いたします。はい、ありがとうございます。まあこれはですね、まあ2500人、まあ、正直に言うと2500人いかなくても、販売しようとは思ってたんですけども、まあね、いろいろ夏から、企画というか、まあ、計画を練ってですね、自分の、まあ、T シャツというか、まあ、自分のブランドというか、アパレルブランドみたいな感じで、ちょっと自分のねケントーレブランドみたいなのをちょっと展開していきたいなと思って、静かにね温めておりました。そして、まあ、僕のねインスタとかをまめに見てくれてる方は、僕ストーリーでね一回匂わせ投稿みたいなのをねストーリーに上げたんですよ、カミングスみたいな感じでね。まあ、それをね見てくださった方は、多分、ちょっとね見たことあるんじゃないかと思います。まあ、あとは僕のサブスクのチャンネルの方ではもう来てね、何も言わずにですけど来てチャンネルに出てるんですけども、まあ今まではねこのデザインのシャツだったと思います。はい、ということでまず第1弾として、ケントーレ T シャツのお披露目をしたいと思います。はい、この T シャツからどんな風に変わるんでしょうか。それでは着替えてきます。はい、こんな感じでございます。ケントーレ T シャツこんな感じでございます。デザインですね、もっと近づいた方がいいでしょうか。はい、つぶらな瞳ですねまあまあ、これまあね、まあモデルというか、まあこうキャラゴリちゃんなんですけども、まあゴリトーレと言いましょうか。はい、ゴリちゃん、まあ僕よくね体格がいいというか、はい、それでよくゴリラとかって言われるんで、それを連想してね、まあちょっとゴリラで僕をゴリラに置き換えてね、こんな感じで可愛く、ちょっとねデザインしてもらいました。デザインはね僕が中学校までバスケ部だったんですけど、そのバスケ部の、後輩の、柴崎くんという子がいるんですけども、柴崎くんが、今はね、ちょっとねいろんな建築デザイナーと、この普通のね、こういうデザイナー、まあデザイナーですね、デザイナーと、まあ作詞家というか、はい、そういうね、多彩でいろんなことをやってる、後輩がいるんですけど、その子にね、お願いして、デザインしてもらいました。はい。で、まあ、T シャツはね、こんな感じで、はい。まあ今後ね、僕もこれを着て、このチャンネルをね、やっていきたいと思うんですけども、ぜひね、この T シャツをね、これから販売していきますので、興味ある方、ぜひ、購入していただけたらと思います。はい、で着用例というか、こんな感じで着てますよみたいなのはなんかこの喋りながらね画像に多分バーッと出してやってると思うんですけども、はい、その画像をね見てもらいながら、この T シャツのね説明をパッとしていきたいと思うんですけど、まあ価格はまず3500円、税込みで、サイトで買う分にはもう送料も無料です。全国どこでも無料でやります。僕のねホームページの方の EC ショップありますので、まあそこのね、リンク概要欄にはね貼っておきますので、そこからね飛んでいただいてもいいですし、公式のね僕のケントーレ T シャツのね、ブランドの、まあ、インスタもね解説しようと思ってますので、それもね概要欄のリンクとかに貼っておきますので、まあこの動画の概要欄見ていただければ、購入の画面には行っていただけると思います。はい、ということで、まあ決済もね、銀行振込みとあとクレジットカード決済にも対応してますので、まあ大半の方はねクレジットカード使えるんだったら、まあいろんな何て言うんですか、楽天だったら楽天ポイント貯まりますしね、買い物すればまあそんな感じで、はい、利用したい方今いると思いますので、全然クレジットカードにも対応した形ですので、ぜひ買っていただければと、はい、思います。はい、ということで、まあこの喋りながら
画像を出してたと思うんですけど、どうでしょうか。まあね、僕的にはもうかなり、コンセプトとしてはね、まあ普段着として着れるっていう感じで、これはだからあの練習着の質ではないです。これ普通の綿 100% なんで、ポリエステル 100% みたいな、通気性のいいやつじゃなくて、こう普段ね、あの部屋着とかで着れるとか、おしゃれ着で着れるような感じの服として今回はあのデザインしてもらって作ってもらいました。はい、そんな感じですので、はい、ぜひ皆さん、まあ冬はねちょっと半袖は、まあ、部屋着でしか着てないかもしれないですけど、まあね、中に着てもらってアウター着てもらうとか、まあいろんな方法があるかと思いますので、ぜひね着用例写真出して、おしゃれな感じで出してますので、まあそんな感じでね着ていただければと思うので、ぜひご購入いただければと思います。ということで、これが第1弾でございます。はい、この動画長くなりそうです。はい、すいませんね。まずね2500人記念企画、まあ達成すればっていう感じですけども、はい、やろうと思ってますので、まず第1弾ですね。はい、第2弾です。2500人達成プレゼント企画をやっていこうと思います。はい、この中いちいち、これ拍手とかやったら時間かかるんで、はい、省略しますけど、プレゼント企画僕ずっとやりたかったんです。で、まあなかなかこうタイミングがないというか、まあ何人でやったらいいもんなのかなとか思いながら、まあただ2000人を超えたあたりからもうやっぱり、まあ、黒缶というかスキーチャンネルで今のところスキーのことしか投稿せずにやってきてるので、まあ大体クロスカントリースキーの人口というか、まあどんぐらいいるのかなというか、まあ僕はそもそも始めた時は1000人も行くと思ってなかったので、まあそれがねこんな2500人の皆様に登録していただけるようなチャンネルになったっていうのは、まあ単純に自分自身でね、まあ驚きと、まあ感謝と、あと、あ、そんなに黒缶の人口いるんだという3つをね気づきをいただきましたので、まあもう大体の方というか、まあまだまだ登録されてない方もいると思いますけども、だいぶ上の方に来たのかなと思いますので、ちょっとねそろそろプレゼント企画とかをやっていこうかなということで、はい、やっていきます。はい、じゃあ何をプレゼントするんだと皆さん思ってますね。はい、では今回プレゼントする商品ものを紹介していきたいと思います。それでは発表します。はい、プレゼント、まあ3つあるんですけど、1つ目これです。去年の北京オリンピックで、まあノルウェーチームが着用してたノルウェー代表のユニフォームの帽子ですね。はい、あのちゃんとノルウェーの国旗も入ってて、まあここにスペアバンクというね、まあメインスポンサーですね、まあスペアバンク、バンクなんで、ノルウェーの有名な、銀行の、はい、ロゴが入ってます。はい、でもちろん、はい、新品ですので、はい、ちゃんと僕は使ってません。はい、未使用ですので安心してください。ちゃんと新品で、当選した方には送ろうと思います。はい、まあ、デザインは3つあります。はい、これもノルウェー代表のやつですね。はい、ただまああのオリンピックモデルではないですね。はい、これそして最後がこのオレンジの帽子ですね。はい、こんな感じです。はい、この3つの帽子を、プレゼントしていきたいと思います。はい、両方とも全部、はい、ちゃんとタグ付きですので安心してください。はい、新品ですので。でサイズはですね、まあフリーですので、フリーサイズ、男女とかあとキッズ用とかっていうのはないので、まああの欲しいっていうね小学生 の、まあ、あの皆さんだったりは、全然応募してください。はい、あの大きくなったら使ってください。はい、もしくは飾る用でもいいですし、あの別に応募のね資格はあの関係もありませんので、全然あの皆さんで、ね、どしどし応募してほしいなと思います。はい、まあ、最後にちょっと一回3つちゃんと出しておきますか。こんな感じですね。はい、3つの帽子ちょっと全部見せきれないですけど、はい、まあこんな感じです。はい、はい、まあこれをねプレゼントしていくんですけども、じゃあどうやって応募していくのかっていうのは、これもですね、まあ概要欄の方なんですけども貼っておきます。はい、Google フォームで僕が応募のねフォームを作りましたので、そこにですね、まずペンネーム、当選した際に僕が、まあ、できればですけど、ちょっとこれはあくまで予定なのでちょっと、確実ではないんですけど、できれば、これのね応募期間が終わった後に僕がこの YouTube のライブで生配信でですね、生配信で、そこの場で配信しながら抽選をして、そこで決定した方にプレゼントですよっていう発表をちょっとやろうかなと考えてますので、
その際にね、まあ、本名を読み上げてもちょっと、まあ、皆さん的にも嫌だなといろいろあると思うので、まあ、ペンネームですね、ニックネームみたいな感じで、まあ、僕がその当選した時にこう読み上げてもいい名前を、まず書いていただきたいと思います。であとはあの応募資格としてはもう一つで、まあ、このケントレチャンネルを登録している方に感謝 と、還元をねしていきたいと思うので、まあ、ケントールチャンネルを登録してるっていうあの登録済みのスクショをね添付していただければと思います。はい、まあ、全然あの携帯のねスクショでいいので、はい、僕の、登録してるよっていう画面分かる画面を添付してください。あとは名前と住所と電話番号に関しては、まあ、個人情報ですけども、これはまあ当選した際にねこれをね郵送しなきゃいけないので、最低限の個人情報ですけど、まあ、名前と住所と電話番号だけお書きいただければと思います。で、まあ、あのもちろんこの個人情報はもうこの、応募のね送る際以外には使いませんので、あの当選しなかった人はあの全くあの今後は破棄しますので、その辺の個人情報の管理は安心してください。ということで、はい、第2弾もうこんな長々と喋ってるんですけど、第2弾はプレゼント企画でした。はい、この3つの帽子を皆さんにプレゼントいたします。まあ、3つっていうのはちょっとね数が あまりありませんでした。すいませんでした。一応ね、2500人ってことで、まあ、1000人に1人みたいな感じで、3枚ですか。はい。あの、試着にしたら3000になりますので、まあ、確率的にはそんな感じですということで、はい。もう少し、あの、チャンネルのね、がでかくなったら、もうちょっと、大きいプレゼントをしていきたいと思いますので、皆さん、よろしくお願いします。はい。そしてですね、この T シャツに、あと、絡めて、プレゼント企画をね、絡めていきたいと思っておりますので、この T シャツをね購入していただいた方はもちろんこの T シャツをね送り先で、名前お名前が出ますので、もしね応募してくれた方の名前とね一致したら、そこは僕が買っていただいた応募していただいたということをしっかり確認して、抽選するときに、名前をね2つ書かせていただきますということで、まあ、確率がね、まあ、2倍に上がるということですね。はい、なのでこの帽子欲しいよって方は、まあ、もしねケントレ T シャツも欲しいよっていう、せっかく欲しいよって方がいれば、この T シャツ買ってもらえれば、まあ、このね、3つの帽子の、当たる確率も、少し上がりますよということで、はい、ご案内したいと思います。はい、ただあの T シャツもねいっぱいは作ったんですけども、どのぐらい売れるかっていうのはちょっと分かんないんですけども、もしバーッと売れてしまった場合は売り切れる可能性もあるので、その時はちょっとご了承ください。はい、そしてですね、一つ、プレゼント企画のね、まあ、注意点というか注意事項を一つ言っておくと、こう3つね帽子があるんですが、どの帽子に応募するっていうところを分けることはちょっと僕の事務的なこと観点から含めてちょっとなかなか難しいので、応募はもう一つのフォームで、この3つのどれかが当たるという、応募になってますので、どれかっていうのを選ぶのはちょっとできないのだけご了承ください。ただまあ去年のね、しかもノルウェーのね代表の帽子なので、このスポンサーが入ってるっていうのはねなかなか売ってないというか多分買えないと思うので、はい、まあ、このオリンピックのモデルはねかなりちょっと貴重かもしれないので、これが当たった方はまあ一番、なかなか希少価値が高いのかなと、はい、思いますが、とにかくこの3つのねどれにも応募しますということだけはちょっとできないので、そこだけはねご了承ください。この帽子を抽選します、この帽子を抽選します、この帽子を抽選しますってさ3つ、1から順にやってって、当たった方を弾いて次の帽子っていう感じで抽選していきますので、どれが当たるかお楽しみということで、この帽子に応募するっていう応募フォームですね、この帽子3つのどれかが欲しいっていう応募フォームですので、そこだけご了承いただければと思います。はい、ということで、3つ目はですね、この YouTube チャンネルと、まあ、僕サブスクチャンネルもね運営してるんですけども、サブスクっていうのは、まあ、サブスクリプションって言って日本語で言うと定期購読みたいな感じですかね、定期購入みたいな、はい、なので、まあ、月額を払って、まあ、だからよく Netflix とか、Amazon プライムとかですか、はい、まあ、そういうの Hulu とかいろいろあると思うんですけど、その月額を払って、見放題っていう動画見放題という、サイトを運営してるんですけども、まあ、僕はそのスキーのね技術を教える動画を、まあ、そこで運営してます。はい、今20人ぐらいの方にサブスクを入っていただいてるんですけども、そこでねちょっと YouTube の2500人記念と、まあ、感謝を込めて、そのサブスクでのキャンペーンをちょっとやっていこうと思います。はい、それが3つ目ですね。はい、サブスクチャンネル、最初の2ヶ月 25% オフでやらせていただきます。はい、もう拍手はしません。はいまあこれはですね、どういうことかというと、まあ、2500人
で、まあ帽子は3個用意しました。これはプレゼントなのでできるだけ多い方がいいと思って3個用意しました。サブスクチャンネルはまず最初の2ヶ月、まあ2000人、2500人ですので、2、はい、最初の2ヶ月と、最初の2ヶ月が、2500人記念ですので、25% オフということで、やっていこうと思います。はい。それで、この 25% オフになる条件が、まあ、一つだけあるんですけども、これは月1500円の、正確には1480円なんですけども、1480円の、僕のね、スキーの指導動画に関しては、このクーポンが有効になります。はい。25% オフのクーポンが有効になりますので、500円のプランもありますけど、500円のプランは、500円のプランと、あともう一個、ね、もっと上のプランもあるんですけど、とにかく1480円のプラン以外は有効になりませんので、そこだけはね、ちょっとご了承ください。はい。ということで、まあ、で、ここは、先着何名様とかやろうと思ったんですけど、もう無制限でいこうと思います。はい。最初の2ヶ月 25% オフは、もう、とにかく2500人の皆さんにね、このチャンネルを支えていただいてますので、感謝の気持ちを込めて、サブスクのチャンネルの割引2ヶ月。はい。だから2ヶ月だけやって、まあ、解約もね、すぐできますので、まあ、それで解約して、まあ、しないでほしいですけど、していただくことも可能ですし、まあ、そのまま継続で、25% オフは2ヶ月、その後は正規料金でっていう感じではなりますけども、まあ、それで続けていただくことも可能ですので、ぜひね、この機会に、まあ、ご検討と、僕のね、指導を、ね、1回、全部の動画見れますので、僕2月からやって、週に1回2本の動画を、喋る動画、知識を伝える動画と、スキー、実際に自分が実技して、スキーの技術の指導をしている動画を週に2本ね、出してますので、月だいたい4本出してるので、2月から11月っていうと、9ヶ月ですので、はい。まあ、36本ぐらいですかね。はい、まあ、かなり動画数はありますので、はい。ぜひそこでちょっと僕の知識をね、学んでもらって、これからの冬にね、生かしてもらえればと思います。はい。ということで、めちゃくちゃ長くなりました。はい。ここまでね、見ていただいた皆さん、本当にありがとうございます。はい。まずね、もう最初にも言ったんですけど、まず2500人の皆さん、本当にありがとうございます。正確にはまだ2498人ですが、達成すると、はい。見込んで、というか、達成したら、さっき今まで話してきた企画をやっていきますよっていうことですね。T シャツの販売に関してはすいません。ちょっと、行かなくてもやります。はい。すいません。はい。ということで、じゃあ、まあ一つ目がね、第一弾が検討で T シャツの発表販売、これですね。はい。そして、二つ目が2500人達成プレゼント企画、三つの帽子、はい。これをプレゼントしますよ。視聴者の皆さんにプレゼントしますよっていうことと、三つ目は、サブスクチャンネルの、2ヶ月間、最初の2ヶ月間 25% オフという企画を実行いたしますので、はい。ぜひ皆さん、全部の、ね、企画に参加していただいて、やってくれればと思います。ということで長くなりましたが、今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただいた皆さん、本当に長々見ていただいてありがとうございました。ということで、たくさんのね、方の、この企画の参加をね、お待ちしておりますので、ぜひ皆さん参加していただけると僕も嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。